しの親友がこの店のオーナーをしておったのだが、去年の夏にここで謎の死を遂げてしもった。やっぱりこの島わけありだったか。じゃあ俺がさっき見た子は。そりゃおそらく渚さんじゃ。奴のたった一人の子供だった。まさかその子も。一体この島で何が起きたというのか。この音、何なの。この音、氷を削る音。おいらっしゃい。何になさいます。冗談だよ冗談。受けた受けた。やだもうお父さんあったな。どひよわさりくん、死んでも相変わらずお茶目じゃぬ。ジョークで改めて親睦を深めようと思ったのだよ。龍之介紹介しよう。わしの親友、あいや親友だった潮渡り君じゃ。さすがてめえの親友だな藤波君。あの子が、うん、龍之介じゃよ。そうかそうか君か。なんで ほう、この浜茶屋の元オーナーが。おじさんの親友だっちゃ。親友だったっちゃと言った方がよいな。何せその男、去年の夏にここで変死を遂げてしもうた。変死？俺がさっき見た娘は。それはおそらく渚さんじゃ。やつの自慢の一人娘でな。それじゃ、その子も一緒に。一体ここで何が起きたのか。何の音。これは氷を削る音。いらっしゃい。何になさいます。なんちゃってなんちゃって冗談よ。わっ、ウケたウケた。やだもうお父様ったら。潮渡り君。藤波君久しぶり。いや死んでも相変わらずお茶目じゃの。いや紹介しよう。わしの親友だった潮渡り君と渚さんじゃや。いや皆さん先ほどはどうも。何せ何もない島ですからね、退屈させてはいかんと思ってお気に召しましたか。なんだもう知っておったのか。さすがてめえの親友だな潮渡り君。改めて紹介しよう。これが私の子供じゃ。何藤波君、これが なんで。そうだ龍之介じゃよ。